これから有用細菌を高密度に集めるハニカム基板で、送電型の排水処理などに活用できる高速軌道型微生物燃料電池を開発の研究シーズについて紹介します。環境問題などを背景にバイオマス関連テクノロジーへの期待が高まっており、例えば微生物燃料電池開発や環境負荷物質の変換といった有用細菌の活用が世界中で進められています。本事業では有用細菌による排水処理型微生物燃料電池の効率性を高めることができ、また環境負荷物質の変換効率を高めることもできるような基板技術を開発します。本研究はバイオマス関連テクノロジーを革新し、環境問題解決に貢献します。生体模倣系のハニカム基板上に光の照射等で有用細菌を生きたまま高密度、大面積で集積する独自技術、外場誘導濃縮を駆使し、高速軌道型環境浄化バイオ燃料電池の基板構築および環境負荷物質の変換技術の高効率化の基礎構築を行います。こちらはハニカム高分子膜の隔壁に40ミリワットのレーザー出力で光発熱集合を行った場合の性細菌と外膜損傷を受けた細菌の蛍光イメージです。100マイクロメートルに及ぶ広範囲でハニカム高分子膜に対し細菌が密に集積され、赤色の視菌がほとんどいないことも分かり、レーザー照射後に細菌を集積した基板を培養液に浸して培養したところ、細菌が増殖することも確認しています。一方、比較実験として従来法で用いてきた平坦基板にレーザー照射した場合には、70ミリワット以下のレーザーでは気泡も発生せず、129ミリワットと高出力のレーザーを照射した場合には細菌はレーザー照射点付近に集積はできますが、集積範囲も狭く、生存率も約 16% と大半の細菌が死滅していることが分かりました。ハニカム基板の方が生きたまま高密度で細菌を捕捉しているということになります。本研究が目指すユースケースについて例を挙げます。まずはキッチン、お風呂、トイレなど家庭排水の浄化と分散型発電システムとしての活用が期待できます。その後、1桁以上の出力向上及び大規模なシステム構築が実現されれば、110万世帯以上の1日の電力を賄えます。また、本研究により微生物の濃縮率を高められれば、環境負荷物質の変換効率が向上し、環境問題解決に貢献できます。さらに、乳酸などの有機物を電流発生菌によってモニタリングするようなシステムの開発や、光合成細菌によってCO2 などの温室効果ガス排出量をモニタリングするシステムの開発が期待できます。例えば、ハニカム型フィルムを大量生産可能な精密化学メーカー様、バイオプラスチックを開発する総合化学メーカー様、レーザー光源部品の用途探索を行う精密部品メーカー様、排水処理場向けに浄水システムを提供する企業様など、ぜひ一度共同研究についてご相談いただければ幸いです。以上、本シーズンの紹介を終わります。